はい、皆さんこんばんは。2018年5月の21日朝の4時です。よろしく。コラボとつまっちです。やってみようか。はい、いらっしゃい。音問題ない。音声問題ないっすか？ありがとう、クラッカーありがとう。画質悪いな。音 OK、ありがとう。どんなコラボ？いや、考えてないな とりあえず人と会話してみようかなっていう。はい、風船、ハートありがとう。わたつ。サンキュー。はい、わたつ。画質悪いよね。まあ、6人同時に画像処理するから。多分これが画像的な限界なんだけど、画像の悪さは俺別に構わないと思ってんだけど、あれなんだよね、プツプツになったら切れたりするのが嫌なんだよね。電波が悪くなるじゃん。ここのサーバーの処理だけはどうにかしてほしいな。風船ありがとう。まあ、画質はね、しょうがないけど。いい大人なんだから誕生日は母親に産んでくれてありがとうって伝える。俺母親いない。ザラのジャケット買った？え、俺ザラのジャケット押してないんだけど ちょっと待って、和道さんに言われてザラのジャケット買ったよって、俺ザラのジャケット押してないんだけど、なんでザラで買ったの？俺、ザラのジャケット買えなんて俺、放送で言ってないよ。まあ、いいんだけど、気に入ったなら。どうなの？いい年といてよ、父ちゃん、母ちゃんが？マザコンか、てめえ。一緒やってろ。自分が正しいと思ったことは自分でやれ。俺に押し付けるんじゃねえ、てめえらの価値観を。俺は産んだ親が偉いと思ったことなんかみじんもねえよ。
で、狐でしか物事言えない奴らがいるんだよ。卑怯者がいるんだよ、卑怯者が。もし、999、500、何々したら何々するっていう考え方いらないっす。だるいんで。何々したら何々してあげるよっていう条件、勝手にやってください。投げない人は投げないって分かってるんで。僕、そういうの嫌いなんですよ。条件出してくる人って。応援する姿勢でも何でもないんで。勝手にやってください。わざわざ僕に言う必要ないんで。何々してあげるっていうか、いい、そういうのいらない。どうも。何々したら何々してやるよ。めんどくさい。勝手にやってほしい。なぜ俺に言う必要があるのか。どうも。風船ありがとう。俺多分今日24時間放送するって決めてるから終わらないよ。いいじゃない。関西省のポンコツピエロで。俺が幸せなら。俺今日は、24時間やろうかなと思ってるね。わかんない。今んところそういう気分だけど。いや、明日の12時まではやりたいなぁとは思ってるけど、体力が持つかどうか。最近24時間配信やってないから、持つかどうかわかんないね、体力が。30万超えは確定。30万超え確定っつっても、俺、先月よりも収入低いよ。だから、超裏目に出てるね。まあ、値段表示したのよくなかったかもね。なんか嫌なんでしょ、やっぱ現金なの。さらっと普通にやればよかった。
目標金額100万って書かない方が良かったかもしれない。失敗したなと思って。いや、ここ3ヶ月間ぐらいはみんなが思ってるよりも多分いってるよ。今月はクッソ悪いぐらいだね。まあまあ、失敗も含めて楽しみましょう。しょうがないよね。カメラは欲しいんだよな。でもね、高画質カメラ買ってもね、パソコンを買い替えないといけないから、結局ね、100万ぐらいか、100万もいかないか。アルファ7買って、レンズ買って、で、パソコンでしょ。60万ぐらいかかるね。買っちゃおうかな。レンズが20万ぐらいだっていいやつ買おうとすると、今日教わってきた。パソコンはまあ MacBook Pro でもいいかもしれない。あ、全然いいっすよ。コラボ全然上がってきてもらえて全然いいっすよ。ソニーのレンズって種類少ないの？なんかソニーは他のメーカーのレンズが付けられるって聞いたけど、違うのかな？まあ、本体は α7 で行こうとは思ってるんだけど。ありがとう。クラッカーありがとう。ありがとうね。風船ありがとう。まあ俺もニコンもキヤノンもわかんねえかんな。まあ一応今欲しいのはミラーレスのアルファ7かな。金ありがとう。最安値が21万か。結構すんなやっぱな。誕生日プレゼントに買っちゃう？カメラ？いやー、どうなんだ、たっけ買い物だかんな。飽きたら最悪だよな。ソニーカメラが本業じゃない。いや、でもアルファ7すごいいいらしいよ。なんかミラーレスにもう黒船来たぐらいの、マジでいいらしい。評判もいいんだよね。自分へのご褒美。無駄な買い物になったら嫌じゃない？カメラ。きっつくね。いや、すっげえ迷うんだよね、カメラは。迷う。もうずっと迷ってるけど。欲しくて。まあまあ、道具はいいものを使った方が表現の幅は広がるからね。間違いないよね。なんつうの、10万以下のさ、入門機を買うわけじゃないじゃん。ぶっ飛んでいいやつ買うわけじゃん。なんかプロ入門機みたいなのを買うわけだから、やっぱそれなりにするよな。飽きた時の損害がでかいというか。
100万稼いでから買うっていうのもありだね。レンズの種類が少ないの。飽きた時のこと考えなくていいのかな。難しいよな、金の使い方ってな。難しい。まあ腐るもんでもないしな。あ、それそうだよね。いやいや、いつでも手に入るから別にいいんだけど。むずい。ひたすらむずい。でかい買い物は難しいよ。いや、ミラーレスとかにこだわりなくて、お客様が求めてる価格帯だとこれが間違いないって言われて、で、買わなかったの、現場で。保留したんだけど、どうやらプロカメラマンも、え、それ僕も買おうと思ってましたとか、いや、それ正解って教えてもらって。欲しいと思った時は買い時なんだよね。そうなんだよな。わかるよ。ああ、難しい。俺は10万超えたらでかいね。俺にとってはね。で、20万円の大台だから、まあ、みんなの感覚で言う、一軒家買おうかなっていう感覚だよね。ローン組んじゃおうかな、みたいな。いや、やっぱ考えるでしょ。俺からすると、俺が多分今まで人生で一番高い買い物って、中学3年生の時に買ったマグナなんだよ。マグナ。30万の新車で買ったんだけど。マグナ50。車とかないね。免許持ってないもん。20万台フルサイズ買った方がいい。夜のシーンの綺麗さが全然違う。フルサイズじゃないの？アルファ7-3って。違うのかな？マグナ50だね。あれが一番高い買い物だったね。マグナ新車で32万とかしたね。俺の最高貯金額はそれくらいだね。でも別にさ、カメラがあったところでっていうのあるじゃん、正直。いや、綺麗なもの撮りたいよ。撮りたいよ、俺だって。だから20万の分がこうプラスで返ってくるものなのかっていうのがまだわからないんだよね。すごく不安。I'm scary。 そうだよね。
俺がいいものを取るかどうかだよね。いや、だから実際さ、買ってないわけじゃん。いつケーキラッシュが来るんだって。俺ケーキラッシュ来るって言った？ 何？24号さん、いつケーキラッシュ来るんだって何？逆に俺が聞きたいくらいだろ。いつ来るの？ 逆に俺が聞きたい。いつ来るの？あなたが俺のセリフ取るわけいかないでしょ。お昼に来るの？じゃあお昼まで待つわ。誕生日だよ、今日。うるせえな。ガチ勢って何のガチ勢？のんちゃん寝てるよ。のんちゃん寝てる。いいよ、もう諦めたって いいよ。うるせえな、本当に。お前さ、性格悪いよ。いいよ、もう。おお、いいじゃん。100万いかないですよ。はいはい。諦めてんのっつうか、俺もう3日ぐらい前に諦めたね。無理だなと思って。俺は結構最近配信やらなかったでしょ。ちょっともう無理だなと思って、いやってなったね。いや、行かないと思う。いや、無理でしょ。いや、俺無理だと思うよ。だって誕生日付きだから行くかもしれないっていう理論だったから、誕生日付きだから。ありがとう、風船ありがとう、ケーキありがとう、ありがとうございます。いや、さすがにちょっと厳しいね、さすがに。ありがとうございます、ケーキ。いやー、やっぱね、なんかね、望んだものを言ったらダメだな。なんかこう、逆に手に入らないじゃねえっていう。いや、俺が多分なんだけど、画面に表示したのが良くなかったね。なんか生々しくなっちゃったんでしょ。やっぱね、貧乏なふりしてるのが一番いいんだよ。みんながやってることをね、セオリー通り、奇をてらってね、なんかね、面白くやろうとした俺が間違ってたんだよ。いや、いけるかなと思ったの。正直いっぱいね、たくさん花火師が応援してくれるかなっていうのは希望的観測だったね。 希望的観測だった。むしろ誕生日まで投げないみたいなノリだったじゃん。逆に収入減ったぐらいだから、だから完全に裏目に出たの。 普段もらってる花火が、誕生日日に集約するどころか、割りなんつうの、割が悪くなったぐらい。 完全にミス。いや、多分ね、今月50もいかないと思うよ、多分。
もう多分惨敗だと思う。クラッカーありがとう。いや、だから、今日全然もらえなかったらどうすんのっていうか、ダメだと思う。ただ単に。完全な戦略ミスっていうか。っていうか、思った通りになった。もうなんか、中盤らへんから、あ、こうなるなっていうのは、流れがだんだん読めてて。ただ、意地になって消してないだけなんだよね。クラッカーありがとう。何がかっこ悪いの？具体的に言って。稼げないことがかっこ悪いの？諦めたことがかっこ悪い。何がかっこ悪いのか具体的に言ってくる。それによって話が変わるから。あ、ありがとうございます。ありがとう、匿名さん。まあまあ、そんなもんでしょう。いや、まあまあ、しょうがないんじゃないの。まあ、稼ぐやつは稼ぐし、稼がないやつは稼がない。で、俺は稼がない方だったっていう。いいよ、もう。35万もいってないっす。まあまあいいじゃん。金の話やめよう。ダンカン塾は今日の夜ミーティングしてきて、エントリー表をもらってきたね。エントリー表。で、まあ、いろんなプロフィール読んで、で、まあ、ミーティングして、撮影日とかの、スケジュールの確認とかしてきて。まあまあまあ。そんな感じかな。30万ももらって舐めたこと抜かすな。あなた誰？ありがとう。クラッカーありがとう。いい日にするよ。こればっかりは空気だかんな。クラッカーありがとうるせえな。俺が稼げてねえっつってんだから稼げてねえんだよ。うるせえな。金金金ってお前らが書くからでしょ。俺から金の話なんかしてねえよ。じゃあ質問すんなよ、金の話を。そんなに金の話嫌なら質問しなきゃいいじゃん。アフリカにでもどっかでも行けよ、お前一人で。うるせえな、13号。うざい、消えろ。めんどくせえわ。めんどくせえ。消えろ。まあまあ、実力じゃないの？今の現状は。気分悪い。
はい、おはよう。来月10万いかなかったらいかないでしょうがないじゃん。もうそれは受け入れるよ。受け入れるしかないでしょ。あ、ありがとう。オフ会は一応捨て頃の後にやろうと思ってるね。捨て頃で間取り数集まるから、まあ飯食いに行こうかなと思って。いや、わかんないよ、未来のことは。蓋開けてみないと。ああ、荒野と始めたね、バンドね。うん。今年のアベレージいくらぐらいなんだろう。どれくらいかな。ちょっとわかんないな。別に俺こうやボーカルで全然いいと思ってるけど、声量がちょっと足りないかな、バンドマンにしては。ボイストレーニングしないとね。ありがとう。指輪は作らないよ、俺。俺が作りたいものを作るよ。あ、何だったんだろうね。あれよく分かんなかったよな。狐で花火上がりまくってたのな。何だったんだろう。
今振り返ってみてもよくわからないよね。あれでしょ、匿名リスナーさんに奇特な方がいらっしゃったんでしょ、粋な方が。趣味なんかないよ、やっても意味ない。のりこは全然あげてないもん。誕生日ケーキね、のんちゃん切ってくれるんじゃないかな、今日。正直に月収100万とかすげえ発想。え、だって稼いでる人いっぱいいるじゃん。なに、俺はダメなの？俺はダメなの？俺だけダメなの？周りの人稼いでる人いっぱいいるんだから、俺も別に目指してもよくない？違う？コラボってこれ声割れてる？音また割れてる？コラボは切るか。